西東京市にある多摩六都科学館のプラネタリウムが開館以来18年ぶりにリニューアルし、今日内覧会が開かれました。多摩六都科学館のサイエンスエッグは直径 27.5 メートルの世界最大級のプラネタリウムです。今回のリニューアルでは LED を光源とした投影機を導入し、世界最多となる1億4000万個もの星を見ることができます。夏の代表的な星座、サソリ座は低い空に見えていますね。サソリを狙っているのがイテ座です。今日はお月様ちょうどイテ座のところにあるということになりますね。大型ドームで LED を使った投影機を採用するのは初めてで、星の色もよりリアルに再現されるということです。またリニューアルのポイントは客席にもあります。椅子の数を減らし、一人一人がゆったり座れるようになったほか、フェアシートも新設されました。また投影機の体積は3分の1と小さくなり、観客の視界を妨げずにスクリーンに集中できるようになりました。今回プラネタリウムの中は全て基本的に全部新しくなりました。新しくなりましたプラネタリウムは非常に綺麗な星空を映しますので、このプラネタリウムで星座の見つけ方を勉強していただいて、実際の空でご覧いただけたらなと思います。プラネタリウムは今週土曜日にリニューアルオープンします。